さあいよいよ決勝だ。勝ち残った勇者はこの2人だ。さあもうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。ここで負けるわけにはいかないぜ。かかってきな。ラウンド1ギアファイトセットアップ、レディーゴー。てやどうだ。俺のギアを止めた。スピンだ。なめるなよ。こいつはどうだ。あれじゃないか。そこだ。俺のギアを止めた。ダッシュ。なめるなよ。よし、大丈夫だ。そこだ。ダッシュ。こいつはどうだ。よし、大丈夫だ。そこだ。ダッシュ。ウィナー、オリザージロー。出直してくるんだな。いつでも相手をしてやるぜ。これより5分間のインターバルに入るぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。
両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺は早くアンパンが食べたいんだよ。ラウンド2ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。止めた。こいつはどうだ。スピンだ。なめるなよ。よし、大丈夫だ。そこだ。よし、大丈夫だ。こいつはどうだ。優勝決定！第1回ワールドドリームカップの優勝者は、これはどうしたことだ。会場の明かりが全て消えてしまった。俺と勝負だ。おっと、謎のチャレンジャーの登場だ。あんた、荒野の兄貴、どうして。